現実のアート作品にデジタルなアート作品をプラスする技術を使った最先端技術のアート。それが AR アートです。AR アートの始め方、初心者向け AR アート講座、レッスン2、AR アートとは。どうも、カモズです。今日は AR アートについて一緒に学びましょう。AR アートというのは拡張現実アートのことです。これは現実の世界にデジタルなアートを重ねる技術を使ったアートです。例えば絵をスマホやタブレットで見るとその絵が動いたり音が出たりします。野外でスマホをかざすとそこにアート作品が現れるように見せることができます。これは現実の風景にデジタルなアート作品を追加する AR 技術を使っているからです。 AR アートを体験するにはまず AR アート専用アプリのアーティバイブなどをスマホにダウンロードします。次に現実のアート作品をスマホのカメラでスキャンします。スキャンするとそのアートが動いたり音が鳴ったりします。それが AR アートです。今日は AR アートについて学びました。次回は AR アートに必要なツールについて学んでいきましょう。レッスンの最後に今までの常識で作品制作、個展、グループ展で発表などのアート活動をしていても一生続けていくことはほぼ不可能です。なぜなら個展を開催するにしても毎回100万円から300万円、グループ展に参加するにしても10万円から50万円ほどの出費がかかります。そこで今までのやり方であなたが制作した作品を売るのはそう簡単なことでなく、売れることはほぼないでしょう。このように現実的に無理な状況でどうやって一生アート活動を続けていくことができるのでしょうか。すでにアーティストになりアート活動をしているが作品は売れないなど、うまくいかない方がたくさん溢れている現在、これからアートを始めたいが何から始めていくのかわからない方や、アーティストになりたいなどの希望があるあなたは、アート活動を始めても途中でリタイアする道へまっしぐらです。残ったのは膨大な借金と周りからの哀れみだけです。それを回避する最も重要で簡単な方法は、今すぐ AR アートを始めることです。貸しギャラリー、貸し画廊などで何度も個展を開催しても、グループ展に参加をしてもあなたの経歴にはカウントされません。正式にアーティストの経歴や実績にはならないのです。つまり、それにかけたお金と時間は全て無駄になります。だからこそあなたに言っているのは AR アートを今すぐやりましょうということです。今すぐ AR アートを始めるんです。このままいつまでもアート活動の始め方がわからないまま諦めるのですか。すでにアート活動をしているけど不安だらけで毎日模索するつまらない生活を送るのですか。このまま大切なかけがえのないお金と時間を無駄遣いするのですか。いつかなんとかなるではないのです。今すぐこの瞬間から動くのです。やる気はあるけど AR アートのやり方がわからない方は私に直接聞いてください。いくらでも答えます。概要欄にある個別面談のリンクにそのやる気をぶつけて記入していただければ1時間でも2時間でも相談に乗ります。やる気があるのであれば私も本気で答えます。これでこのチャンネルの視聴者がちょっとでも豊かなアート活動が送れるのであれば私の時間なんていくらでも捧げましょう。私は海外のアートフェアからの招待をはじめ国際アートコンペでの入賞など国内外の様々なアート活動を経験してきました。そして35年間というアート活動を続けていくことがうまくいってプライベートアートスクールもスタートすることができ、生徒をたった2年で香港国際 AR アートフェア2024にて AR アーティストとして国際デビューさせるまでになりました。今ではそのアーティストは AR アートの国際コンペでファイナリストになるまでに育ちました。だからあなたにも同じ思いをしてほしいのです。ここまで35年以上自由にアート活動を続けてきた経験をあなたとシェアしたいんです。正直 AR アートで国際デビューするのは全く難しいことではありません。それをするのに10年もいらないでしょう。私はペインティングから始めて今では岐阜の山奥に移住し、誰からの指図も受けずに世界を相手に自由なアート生活を実現しています。まずは今すぐ始めましょう。今日がその第一歩です。概要欄にあるリンクから申し込みいただき、 AR アートをやる気のある人限定で国際的に AR アーティストとして成功するコツやノウハウをあなたとシェアさせていただきます。概要欄にあるリンクにやる気などを記入していただければ、素人でも初心者でも現在アート活動を続けている方でも結構です。あなたの人生が変わる転換点を作り上げる手助けをさせていただきます。一緒に人生を変えましょう。ここからは有益なアート活動についての情報をお伝えしていきます。
カモズ AR アートスクールでは、私や所属しているアーティストの最新の活動報告をはじめ、あなたがアート活動を今から始める、または続けていくための裏技や NG 行為などをお伝えしていきます。今回の動画が少しでも良かったと思っていただける方は高評価をいただけると嬉しいです。またまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をしていただければ、 AR アートに関する動画講座を毎回無料でご視聴いただけます。補足ですが、 AR アート始めたい、 AR アーティストとしてアート活動することを希望する方への個別相談、無料メールマガジンの購読希望の方は概要欄のリンクからどうぞ。